どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ニューヨーク JFK 空港から、ニューヨークのマンハッタンまでのね、行き方っていうものを、今回ねまとめて、紹介していきたいなと思います。私のね動画でも結構ね数多く、ニューヨーク JFK 空港からね、マンハッタンまでの行き方をね、紹介しているんですけども、今回はね、まとめということで、それぞれねニューヨーク行かれる方の、人数とかね、家族構成とかね、まあ、そのタイミングによって、またこういうのはね、変わってくるかなと思いますんで、まあ、ひとまずね、選択肢の一つとして、どれかをね皆さんチョイスしていただいて、まあ、利用していただければなと思います。ひとまずね、順番に、全て紹介していきますんで、これからねニューヨーク行かれる方はぜひね参考にしてみてはいかがでしょうか。まずね、タクシー、ニューヨークの、イエローキャブと言われているタクシーなんですけども、ニューヨークのイエローキャブはですね、ニューヨークの市が運営している公式のタクシーとなっていて、見ればねパッと見ればすぐ分かるぐらいのね、黄色いタクシー、イエローキャブと呼ばれているぐらいのね、黄色いタクシーとなっているんで、まあ、分からないってことはまあないと思うんですけども、ニューヨークの、ね、JFK 空港は、私の動画でも結構紹介させていただいてますけども、白タクと呼ばれている、まあ、違法タクシー、まあ、日本でいう白タクですよね、まあ、免許を持ってない普通の人がやってるタクシーっていうのがね、横行してるんですよね。でなおかつね、これがまた、厄介なことにね乗ってしまうと本当に400ドルとか500ドルとかね、ぼったくられる、さらに、どこに連れてかれるかもわからないっていうねっていうのもありますんで、JFK 空港ね着いたら、白タク、特に気をつけてください。で、料金なんですけども、タクシーの場合は一律、マンハッタンまで52ドルっていう風になっております。ですけどもここからですね、高速代等々、チップ等々を、含めると大体70ドル前後に、なるんじゃないかなと思います。これも時間帯によって変動しますんで、まあ、一概には言えないんですけども、まあ、大体そのぐらいの料金がかかるかなっていうところですね。でやはりメリットとしては、タクシーですんでね、ホテルの目の前まで送っていただけるということなんで、手荷物をね持ってる状態で移動するっていう意味ではかなり楽ですよね。まあ所要時間は45分から1時間ぐらいかな、まあそれも交通状況によりますんで、まああの参考程度にしていただけたらなと思います。デメリットとしてはやはり値段の高さ、70ドルということで、まあ、日本円にしてまあ8000円ぐらいかかるっていうところですよね。それがまあ最大のデメリットかなと思います。で支払い方法は現金、クレジットカード両方利用することができますので、まあ、そこら辺はね対応してますんで、まあ大丈夫かなと思います。まあ、おすすめの人数構成なんですけども、やはりね、まあ、1人っていう、まあ、何人乗ってもね値段は変わりませんので、グループで行かれる方とかね、ご夫婦で行かれる方、パートナーの方と行かれる方なんかね、ぜひね利用してみてはいかがでしょうか。増えれば増えるほど、1人のね、値段は、まあ、日本と同じようにね下がっていきますので、そういう意味では大人数であればあるほどタクシーは、安いという風になりますね。次に、タクシーと一緒の Uber、Lyft っていう、携帯のスマートフォンアプリがありますよね。まあ、そちらもおすすめなんですけども、このニューヨークの、Uber、Lyft で行くとですね、大体私が利用した感じだと65ドルぐらいでね、まあ、行けたので、普通のタクシーよりかは、安いかなっていうところですね。まあ、ですがね、空港に着いてから、まあ、Uber を呼んで、まあ、すぐ来てくれると思うんですけども、運転手の方を、ね、探さなきゃいけません、探さないといけませんのでね、まあ、向こうの方が、見つけてくれればいいんですけどもね、電話は通じるとかね、そういう状態であるかどうかもね、ちょっと人によって変わると思いますんで、そういうところがね、ちょっと大変かなっていう感じですね。まあ、メリットとしては、まあ、先ほどのタクシーと一緒で、まあ、ホテルの前まで送ってくれますんでね、まあ、そういう意味ではとてもおすすめですよね。まあ、デメリットはやはり先ほどと同様にね値段がまあまあ高いっていうところですよね。まあ、60ドルからまあ60後半ぐらいはするんではないでしょうか。まあ、私が利用した経験だとそんな感じですかね。次にですね、高速バス、まあ、日本でいうリムジンバスみたいなものが、JFK 空港から、ニューヨークマンハッタンまでね、片道19ドルで利用することができます。
で、こちらは JFK 空港の第1ターミナル、第4ターミナル、第8ターミナルということで、その3つしか今のところね運航しておりません。こちらはね、ぜひね利用する際にもう一度、公式のホームページ等々をね確認していただければなと思うんですけども、 ANA が発着する全日空ですね、ターミナル7に到着するんですけども、そちらからだとですね、この高速バスというものは運行されてませんので、まあ、そうなると、エアトレインっていうね空港の電車に乗って、ターミナルを移動する必要があります。到着はですね、ニューヨークの、グランドセントラルターミナル、もう一つ、タイムズスクエア、まあ、この2カ所に、到着してくれるということで、まあ、そこからはね自力で、まあ、ホテルまで行かなくてはならないんですけども、やはり料金としては19ドルということなんで、タクシーに比べると大体3分の1以下ぐらいにはなるんじゃないでしょうか。で、こちらね、まあ、メリットっていうのはやはり料金が安いっていうのと、予約をすることが日本から予約してね利用することもできれば、現地でねそのまま利用することもできますんで、まあ、そういう意味で、まあ、利用しやすいかなっていうのは個人的見解ですね。まあ、この高速バスはね、JFK 空港から、タイムスクエア、グランドセントラルまでね、直行で、送っていただけますので、所要時間はだいたい1時間から1時間半ぐらいはかかってしまうと思うんですけども、まあ、そちらもね交通事情によるっていう感じですかね。まあ、私個人的にはね、1人とかね、まあ、少人数で行かれて、まあ、タクシー使うのはちょっともったいないっていう方はね、ぜひねこのルートを利用してみてはいかがでしょうか。それでは次にね、地下鉄とエアートレイン、 JFK 空港にね運行されている、まあ、空港の電車、ターミナル移動する電車なんですよね。まあ、これを乗り継いで地下鉄の駅に行く、さらに、そこから地下鉄で、マンハッタンに向かうっていうルートですね。まあ、こちらだと、2019年11月にね料金が、値上がりしてしまいましたので、最低料金で 10.5 ドルでマンハッタンに行くことができます。まあ、電車っていうこともありますので、スーツケースをね常に引いて、まあ、移動しなくてはならないんですけども、10ドルで、マンハッタンまで行けてしまいますので、そういう意味ではね費用を、ね、抑えたい方っていう方はねぜひこちらのルートが、一番おすすめなのではないのかなと思っております。スーツケースをね持ちながら移動するっていうこともありますので、やはり、1人とかね単独でニューヨーク来られる方とかね、こちらの利用方法の方がいいのではないかのかなと思います。で、こちらの、地下鉄の利用方法なんですけども、こちらね個別に動画出しておりますので、そちら参考にしていただければなと思います。今回はね、ニューヨーク JFK 空港から、マンハッタンまでのね行き方を、ざっと紹介させていただきましたけども、ここからね番外編ということで、あと2つ3つぐらいね、まあ、あのニューヨーク JFK 空港から、マンハッタンまで行く方法があります。っていうのはまず、ヘリ、ニューヨークにはねヘリで、JFK 空港からマンハッタンまで送ってくれるっていうサービスがあります。皆さんタクシーで、結構知っている、スマートフォンアプリの Uber、プラス、グレードっていうね、ヘリサービスがあるんですよね。まあ、そちらだと、だいたい150ドルから200ドルぐらいのね、あ、300ドルぐらいでね JFK から、マンハッタンまでね行くことができます。まあ、こちらは、だいたい、10分ぐらいらしいですね。私もちょっとねこちらの路線は、利用したことがないので、まあ、そのぐらいというふうに聞いております。次にですねターミナルを移動してからのバスで、地下鉄にアクセスするっていうやり方ですね。まあ、そちらで地下鉄にアクセスしてマンハッタンまで向かうっていう方法もあります。ではこの方法、先ほどの電車エアトレインと地下鉄と何が違うかというと、エアトレインのターミナル5からですね Q10 という、ニューヨークが市が運営している、バスがあるんですよね。市営バス、まあ、あの地下鉄と同じ会社が運営しているバスなんですけども、そちらを利用することによって、エアトレインから地下鉄に乗り換える際、先ほど言った 7.75 ドルっていう料金がかからなくて済みます。ですので、バス代の 2.75 ドル、地下鉄代の 2.75 ドルでマンハッタンまで行けるということで、 5.5 ドルでねマンハッタンに行くことができます。で、ここで、そんなに変わんないじゃんって思いますよね。で、この全ての料金をですね、まあ、ニューヨークの観光でメトロカード、アンリミテッドカードをね、購入する方が結構多いと思うんですよね。まあ、7日間から利用できる乗り放題チケットっていうものがこのマンハッタンの地下鉄にはあるんですけども、そちらを購入するとですね、その費用の中にですね、地下鉄、そしてバス、まあ、全部の料金がね、そちらに含まれるっていうことですので、7日間の乗り放題チケットを購入された方は、こちらでね、もういらなくなるわけですよね、追加費用が。っていうことなんで、
そういう利用方法もあります。もしこちらね、詳しく知りたいって方はね、別に動画出しておりますんで、もしこちら、参考にしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回は JFK 空港からマンハッタンまでの行き方、を、まとめてね紹介させていただきました。今回のね、この紹介したものはですね、まあ人それぞれ、いろいろね人数とかね、観光の仕方っていうのは変わってくると思いますので、ぜひねチョイスしていただいて利用していただければなと思います。で最後に全体的な注意事項なんですけども、この料金、私が言った料金ですね、こちらはですね、どんどん更新されていくものなので、ぜひね利用される際は公式サイトでねもう一度確認してから、利用するようにしてください。エアトリウムね2019年11月に、値上がりされて、前まではね5ドルだったところが 7.75 ドルに、料金上がったりしてますんで、まあ、その点だけはね確実に公式サイト等々を見てね、利用するようにしてください。今回は、こんな感じでね動画を終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。